方向を少しずつ変えてまいります。左45度で入ってきました田上太鼓台。さあ声を合わせて、ご注目いただきましょう。左に上昇点とし朦朧、そして一番田上の太鼓台、この攻防姿勢もご覧いただきたいと思います。さあ肩に戻した、いや光輝いております、光輝いております。皆様はスペースを空けて見ていただきます。守護神奥多摩神社勇士、金紙金紙に輝く幕、山下縫氏の幕を一貫に総出により復元したものでもあります。柿二つの声が揃っています。104名3トン近くある太鼓台、さあ声が鳴り響いた指揮者、さあ揺らしながら差し上げた、差し上げ切りました。大きな拍手をお送りください。くっさき太鼓台、青草の割もご注目です。これこそが新居浜一と受賞する掘先太鼓台。よしよし行け、さあ掘先、帰ってきた掘先太鼓台。苦しい中でこの地元のために戻ってきてくれました。ようこそお帰り、掘先太鼓台。さあどうだ、さあどうだ、ハプニングがありましたら差し上げました。掘先ここにあり、お見事お見事、よくぞ見せてくれました、よくぞ見せてくれました。いや感動です、感動しました。川東の太鼓台、次の松井美子が川東としてはしんがり、I'm not going to do that.
した太鼓台、沖縄からし姫の御事が祭神神宮皇后お待ちのところ、ご当地松巫女太鼓台です。揺らしながら揺らしながら差し上げました松巫女、大きな拍手をお送りください。松巫女太鼓台、広く荒れ狂う人波と金色に浮かぶ太鼓台、さも綺麗に割れております。波しぶきのように舞い踊るこの広い草、まだ差し上げております。差し上げが続いております。高々と差し上がっています。そのまま方向を変えながら今肩に戻しました。いや素晴らしい技を見せてくれました。太鼓の音に酔いしれながら、大振りです、大振り大振り、次々と技を見せています。太鼓の音がゆっくりゆっくりと、さあ差し上げました。2回目の差し上げ、今一度大きな拍手お願いします。名古屋の一行堀田慎吾郎氏によって作られたこの二作二寸の大太鼓、まだ差し上げている、まだ差し上げている、長時間上げています。これはポイントが高い、これはポイントが高い、まだいっている、まだいっている、これは長いぞ、音と息を感じました。松巫女の男たち、松巫女太鼓台、天にも届かれてくるこの太鼓の轟音、松巫女の月夜になっております。徐々に徐々に日も傾いてまいりました。この憧れの地にもう一度差し上げました。三度目は松巫女歳月をかけて昭和52年に出場。さあもう一度行きました、もう一度行った、長いスパン、長いスパンの差し上げ、男たち苦しいところです。皆さん声援を送ってやってください、拍手で盛り上げてください。今戻しました、いや迫力があります。独特の色合いの飾り幕、他に類の見ないものです。観客の皆を魅了しております。長年にわたる自治会並びに清掃年部の努力によって今の姿があると言えます。松巫女太鼓台、今も昔もこれからも輝きを放ち続けます。松巫女に大きな拍手をお送りください。まだ行くぞの声です。いやミシミシという音が本当に重量感を感じます。お刺すぞという声、さあいらして、さあ足上げいけるか、行きました、行きました、くっさき、最後の最後まで見せてくれます。いやーくっさき、おさあ
始めました。おっと上げて、もう少し、ここは一旦仕切り直します。一旦仕切り直します。斜め太鼓台、皆様のおかげと感謝申し上げます。そして地元のプライド、全国に誇る勇壮華麗な新居浜太鼓祭りの名に恥じぬよう、さあ差し上げました、差し上げました。盛大な拍手を東雲の男たちによろしくお願いします。平和で楽しく事故のない祭りを目指して精一杯やり遂げますと心意気をいただきました。さあ2回目は広江に差し上げました。東雲太鼓台、そして左に少しずつ左45度に傾けながら、この正面の本部席前、自分たちの一番美しい姿をこの正面で見せてもらいましょう。さあ声が揃う、非常に苦しい歯を食いしばっているガキフたち、頑張れ頑張れ。正面にやってまいりました。声を合わせます。唐木式草鳴り物は昨年令和5年に新調したものです。団長は田村正則、さあ出して上げ切りました。力を全てここに集中させます。見事な安定した差し上げでした。肩に戻しました。大きな拍手をお送りください。谷岡団長を中心に八木クイーン柿夫一同一丸となっております。さあもう一度行った、もう一度行きました、差し上げました。お、安定している安定している、美しい差し上げを見せてくれております。あ、表情もいいですね。やっと笑顔が見えました。東雲太鼓台、今年の祭りを全力で楽しみますというコメントをいただきました。東雲の男たちに大きな拍手をお送りください。さあ笛と太鼓の音がリズムが変わってまいりました。勇み足、勇み足、さあ揺らして差し上げます。さあ綺麗に差し上がりました。安定した差し上げです。触らずに大きな拍手を送りください。これが昨年チャンピオンの男たち、そしてハットはまだ差し上げております。長い耐久時間、力を振り絞って、いやお見事お見事、あまだ行ってますね、まだ行ってます。ご注目あれ、まだ落とさない、まだ落とさない、おおまだ長い長い、いやすごい、拍手で盛り上げましょう。まだ行きますよ、おまだ行っている男たち、うおすごい、まだ落としません。20秒30秒以上、1分が近づいてまいります。声援をかけてやってください。触らず太鼓台、いや素晴らしい、
すがのチャンピオンです。そして沢津の男たちの発揮もご覧あれ。袖口は新選組の発揮をまとっています。いやー、今日最長時間のような、そんな体感1分近く差し上げたように感じられました。さあ力強くまた差し上げました、また差し上げました。拍手をもらえばもらうほど男たちは長く長く、あ、放り上げ放り上げ、うわすごいすごい、1、2、3、4、5、差が割れてる、差が割れてる、ランブランブ、いやまだいってます、まだいってます。指揮者が落ちるばかりに落ちるばかりに、おーまだまだ差し上げ取る、おーすごい、差がランブ、差がランブ、これがサバズ太鼓台、サバズ男児ここにあり、5代目の太鼓台、いやお見事です。終盤に来て、いや度肝を抜かれました。これはかなりの高得点、いやまだあるのか、まだあるのか、サバズの指揮者また来るか、さあ差し上げました、さあ差し上げました、今度はきれいに差し上がっております。安定した差し上げ、体力がこの男たちはいくつ残っているんでしょうか。お、長いぞ、この差し上げも長い、拍手を送りください。平成13年には東京の NHK ホールで開催された地域伝統芸能祭りに出場しています。いやーこれは上位を伺う素晴らしい演技です。かなりの数この沢津にカメラを向けております。大観衆、大観衆、いやー声も素晴らしい。今本殿を一周に入ろうとしております。飾り幕の制作者は淡路島の梶内雄一。あ、まだ行きますか、まだ行きますか、差し上げ、いやパフォーマンスギリギリまで忘れません。いや観客からはガッツポーズも出ています。これで、これぞ前回チャンピオンのプライド、見事に見せてくれました。上幕は三国陽子殿4枚続き、横断幕はすべて獅子を描いております。飾り幕には龍が一頭もいないというデザインになっている沢津太鼓台。いやーびっくりしました、お見事でした。白の目、拍手お願いします、拍手お願いします。いや男行きですね、審査とは関係ないかもしれませんが、この1年間ためにためてきたこの男たちの気合をこの観客の皆さんにも見せてくれております。さあ最後のリズムが何回かでこのように変わってまいります。記者の指示に従って大きな気合を入れ直しました。さあ差し上げました、どうだ、上がりました、松の木上がりました。男だけなら日本一、これが新居浜太鼓祭り。
長いぞ長いぞ、観客の皆さん、勇壮華麗な松の木パイコライ若レンジの書きっぷりをご堪能ください。大きな拍手をお送りください。素晴らしい素晴らしい、老いも若きも力を合わせ出した最古の美しさ、見よこれが日本の祭りの源泉だ、松の木太鼓台。さあまた差し上げました、大振りに入りました、大振りに入りました。これは5ポイント、5ポイント、おう、さがランブしています、さがランブしています。生き物のように動いております、お見事。いや美しい、大振りも見事ですが、この一番トップの天幕、川東で唯一の朝日天幕を用いております。さあ差し上げながら移動して肩に戻します。この上巻は53歳という、そして布団締めが一番上の部分になりますが、布団締めと防乱幕が59歳、来年60歳の還暦を迎えるという松の木太鼓台の幕でございます。いやー迫力があります、近づいてまいりました。松の木合わせて差し上げました。佐々木の担当は11代目の担当、安定しております、安定しております。肩に戻しました、膝が崩れたか、大丈夫か。大丈夫です、戻しました戻しました。ちなみに今年は自治会長のお孫さんも誕生したということで、心子ご誕生おめでとうございます。松の木太鼓台、沿岸道から新居浜太鼓祭りの進展に努力に至す覚悟です。松の木の男たちにも盛大な拍手をお願いします。この本殿の周りを担ぎっぱなしで戻ってきたんでしょうか、そのあたりも気になりますけどね。まず何度もご紹介していますが、現在のディフェンディングチャンピオンはこの沢津太鼓台です。神社の神様の正面に向きを変えます。あ、そして境内の階段のところまでお客さんがいるんですね。あ、満席状態満席状態。お、指揮者からさあ行くぞという声がかかりましたよ。定評があるという、ここに八幡神社の本殿前、観客たちを魅了しております。戦前の評判に偽りなし、サーズ太鼓台。
この目が気合が入りました。差し上げました。いや最後まで楽しませてくれます。そして長い、そして長い放り投げに入りました。放り投げ、おまあ、まだ揺れる、大きく揺れております。激しく揺れております。大きな拍手を垣府にお送りください。いや満足げな表情もこちらから見て取れます。垣府たち、いやどこにこのパワーが残っていたんでしょうか。そして草もきれいに右に左に揺れながら美しい入場ですね。内島せーのの掛け声が徐々に大きくなって聞こえてまいりました。太鼓台を一の音突っ越し一丸となって盛り上げたいと思います。さあリズムが変わり始めましたよ。ご注目いただきましょう。さあ差し上げました。浮島お見事お見事、安定しております、安定しております。そして肩に戻す緑の発揮の男たち、今年もそしてこれからも浮島太鼓台をどうぞよろしくお願いいたします。さあここから一発目の差し上げを見せてくれた浮島、医師会の手縫いによる飾り幕を作成しております。この手縫いの飾り幕、1年半という異例の速さで作られたという数少ない手作りの太鼓台です。さあリズムが変わりました。差し上げた。いやお見事見事、拍手お願いします、拍手お願いします。いやリズムよく進んできていますね。そして徐々にメインの本部席に近づいてまいりました。緑の発揮を着た100人200人の男たちが心を一つにして、さあ音が変わりました。ビールタイム差し上げた。差し上げ成功。浮島太鼓台頼朝義経弁慶、今弁慶今義経今頼朝たちが今本部席の前、審査員席の前で、さあもう一度来るか。オーラン幕は太鼓台正面に八幡神社の阿吽の狛犬、右に頼朝左に義経、さあまた上げました。短時間でまた上げました。これは高ポイント、これは高ポイント。審査員の剣が走ります、審査員の剣が走ります。背面には剣形が描かれております。男たちの正義と正義の勇ましい声が鳴り響いています。いいですよいいですよ。さあそれぞれ浮島の歯を従いながら、大振りです、大振りです。草が乱舞しております。差し上げました。まだ差し上げております。
福島サポーターからは大きな拍手が送られております。肩に下ろしました。いやー、福島もお見事。青年団長高橋宗太郎指揮のもと、福島男衆一丸となって今年の祭りを堪能ご覧いただきました。福島太鼓台にも大きな拍手をお送りください。桃色のフープに、そして桃色ワンポイントのねじり鉢巻きが稲瀬でございます。早太鼓のリズムに合わせて小気味よく草を割って、一糸乱れぬ指揮者の統制のもと、小いさにできました。老いも若きも一つのった下級たちの息と掛け声が、この秋の風を揺らしながら入場してまいりました。まさに圧巻です。おー、スピードが違いますね。あっという間に正面まで来ましたよ。山原早い。さあ上がりました。大きな拍手をお願いいたします。回りながら360度ファンの皆さんにアピールをしながら、いやー素晴らしい、まだ上がっております。いやー素晴らしい、安定しております。360度回りきりそうです。いやー素晴らしい、もうすごいぞ、これぞ山原360度、素晴らしい、お見事。いやもっと回る、2周目に入りました。いやーお見事、拍手。いやーこの技は初めて見ました。山原太鼓台、いやー満足げな表情かきふたち、いやー素晴らしい、360度以上2周回りきりました。そして続いて差し上げ、審査員席放送席目の前で連続技を披露しております。いやお見事です、このポイントは高い。山原太鼓台平成29年に新調、そのスペックの説明は割愛させていただきますと書いておりますが、まさに百聞は一見にしかず、技ありの山原もう一度上がりました。山原サポーターからは大きな拍手が送られております。いやー見事ですね、技あり山原太鼓台、横棒も今年新調、そして太鼓蔵も建て替えたという山原太鼓台、風のように舞って風のように去っていって、そして大技を決めて今本殿の一周に入ってまいりました山原太鼓台です。最終盤になってもさすが新居浜太鼓祭り、川東西部地区の太鼓台は飽きさせません。素晴らしい速さで戻ってきました山原、お見事。いや誇らしげな男たち差し上げました。いやーこの本殿の周りをこのスピードで帰ってくるとはびっくりです。
ああ、そして定位置に着くのも早い。もう着くのか。最後差し上げました山原、ギリギリまで見せます。4番の後の差し上げ、おお、そして定位置に着きました。いやーお見事、早業山原ここにあり。待ちたいくらい、さあ肩に乗せました。ラスト10分です。さあゆっくりとまた進み始めました。街にどうぞパワーを。せーのの声が徐々に大きくなってまいりました。平成17年に株式会社浅野太鼓楽器店にて2尺2寸手焼き製特急品の乗り物を新調しました。平成23年には滝本建設にてカラキリを新調。さあもう一度仕切り直し、さあ肩に乗せました。いや一番苦しいところだと思いますが、皆さん頑張るの声もかけてやってください。さあ町が、さあ力を込めて上げます、上げます、上げました。マチを下りました、上げましたよ。さあ安定しております、安定しております。いいぞいいぞマチ、大きな拍手をお送りください。最後の最後、すべての力を出し切って、ああマチ長い長い差し上げ、オッケー、素晴らしい。青のハッピー、漁師町らしく海を表す水色を基調としております。背中には荒波に祭りの一文字、シンプルかつ祭りらしさを表現しているこのハッピーにもご注目。さあ頑張れ、本部席前、浜太鼓祭りのフィナーレ。頑張れ頑張れ、放送席からも応援しております。頑張れ頑張れ、みんな声をかけましょう。それぞれねライバルかもしれませんが仲間でもありますので、最後まで街に注目しながら竹内たち一緒になって、みんなも一緒に、さあ肩に戻しました。さあもう一度上げる、もう一度上げる、よし上げた、上げ切りました。街を応援しましょう、素晴らしい差し上げ、素晴らしい差し上げ、おお狙っております、狙っております、いいぞいいぞ町、おお長い長い、中に戻します、必死の表情、必死の表情、太鼓台は心のふるさとです、これからも大切に守っていきたいと思っています。バランスを少し崩してしまいました。両サイドのお客さんは、距離を空けてご判断ください。両サイドのお客さんは距離を空けてご判断ください。の接戦です、かなりの接戦です。
審査員5人が非常に頭を悩ました結果、今発表いたしたいと思います。ではご注目、令和6年度八幡神社書き比べ成績発表。第3位は118ポイント足場です。足場の代表者は放送席に来てください。一声いただきたいと思います。足場おめでとうございます。120ポイントのうち満点120ポイントのうちわずか2点減点118ポイント足場太鼓台。いやー、ライトアップされて荘厳です。足場の代表者放送席に来てください。一言いただきたいと思います。お名前どうぞ。足場の真鍋です。3位という結果で、非常に嬉しく思っております。これも青年団、総連部、自治会、あと OB の皆さん団結した結果だと思います。来年もやるぞ、頑張るぞ。おめでとうございます。総会委員長が金一封の贈呈でございます。今一度大きな拍手を足場にお送りください。さあ、となると次は第2位の発表です。第2位を発表いたします。令和6年度八幡神社書き比べ第2位、ポイントは119ポイント、山原です。山原おめでとうございます。なんと満点からわずかマイナス1ポイント119点。山原の代表者放送席にお越しください。いや、今年の太鼓台のレベルの高さがよくわかります。1ポイント差、2位の山原。山原のアイドル、ふみちゃんです。山原、13年ぶりにノーマンで回りました。多分どこにも負けてません。お前らが1位じゃ、ようやったぞ。山原最高じゃ。ありがとうございました。おめでとうございます。金一封をお受け取りください。今一度第2位ヤマハに大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、いよいよラスト、今年のチャンピオンです。119ポイントより上ということですので、今年の第1位はなんと満点120点、令和6年度八幡神社書き比べ第1位は沢津です。沢津連覇達成。いやー、これはわずか1ポイント差、3位から1位までがなんと1点差という結果でした。しかも沢津は満点の120点パーフェクト。さあ、代表者の方、連覇達成の喜びの声をお伺いしましょう。まだ行きますか。沢津太鼓台。いや、疲れを吹っ飛んだことでしょう。差し上げております。チャンピオンに今一度大きな拍手をお送りください。
上げております。また差し上げております。沢津太鼓台のウィーニングラン、おーっと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 、翔太です。皆呼ばれてくれた、ありがとう、おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。金粉をお受け取りください。改めて満点で1位になりました。サーズ太鼓台、本当におめでとうございます。もちろん安島も山浜もサーズもそうなんですけれども、全ての15台の、ね、太鼓台、そして柿風たちに今一度大きな拍手をお送りください。以上をもちまして、八幡神社の宮入り柿蔵で審査発表を終了とさせていただきます。さらにはこれ半魚丼かな、小銭入れ、現金がそのまま、あの高額なお金が入っております。小さな透明の半魚丼の小銭入れ、現金が中に入っておりますので、これもお預かりしております。どうぞ放送席まで取りに来てください。お疲れ様でした。せーの。